まあ、僕の予想通りですね、裁判をしないか、あるいはまあ三流弁護士になるんじゃないかというところで、まあ、三流弁護士がついたと。しかも5億5000万円請求しているにもかかわらず、弁護士がたったの1人ということなんで、まあ、ここから見て取れることに関してなんですが、まあ、本当にやる気がないということですね。これはもう完全に時間延ばしです。引き延ばしの裁判ということが言えると思います。なぜじゃあ時間の引き延ばしをするのかというと、これは可能性としてですよ、あるのは、仮に松本さんが勝ったとしても、どうだろう、50万とか100万ぐらいでしょうね、5億5000万も請求してますけど、これはもうね、ほとんどなんか脅かしのような額でですね、本気で勝ちにいってるとは思えないということであります。特に本人が事実無根と言ってますけど、事実無根ってちょっと意味が、何が事実無根なのって本当に聞きたいですけど、堂々と記者会見に出て、やればいいんですけどね。これも口が酸っぱくなると言ってますが、で、僕が訴えられる可能性って当然出てきてます、っていうか十分、むしろ訴えられるって話なんですよ。松本人志さんの件なんですが、まあ、さっき緊急の動画作ったんですが、まあ、僕の予想通りですね、裁判をしないか、あるいはまあ三流弁護士になるんじゃないかというところで、まあ、三流弁護士がついたと。まあ、しかも5億5000万円請求しているにもかかわらず、弁護士がたったの1人ということなんで、まあ、ここから見て取れることに関してなんですが、まあ、本当にやる気がないということですね。これはもう完全に時間延ばしです。引き延ばしの裁判ということが言えると思います。要は性的な強要をしたかどうかということを、性的な行為があったかどうか、いわゆる性的な行為があったことすら否定してますね、今回の訴状を見てるとね。いわゆるエッチなことをした、それが合意か無理やりかっていう、そのエッチしたことは認めた上で、合意か無理やりかっていうあることを争うのかなと思ったら、エッチなことをしたこと、それはいわゆる最終的な本番行為をしたじゃなくて、性的行為と言ってますので、いわゆるキスをしたりとか、もうちょっと肉体関係のことですね、そういったことすらしていないという主張をしてるんですね。で、そんなことありえないじゃないですか、もうここまで来て。もしそうだったらとっくに記者会見してるでしょうと。とにかくね、この件は記者会見をしないことが大きなポイントなんですね。で、記者会見をせずに裁判をするっていうのは、これね、刑事事件が嫌で喋らないんだったらわかるんですけど、民事をして本当に勝つんだったら、まずは世論を味方にしないと。いわゆる松本人さんがね、タムケンのように、出てきてですね、ラジオでもいいんですよ、もちろん YouTube でもいいし、記者会見もいいんですが、何らかの発信をせずにですね、このようにいわゆる司法の救済というんですが、松本人志さんの場合はね、記者会見を開けばこれみんな報じてくれるんですよ。つまり週刊文春よりもより強い反論ができます。これ対抗言論と言いますけども、例えばね、ジャガー横田さんのご主人なんかは、木下先生なんかはね、文春に嘘を書かれて、結局対抗言論のしようがないわけです。文春よりも強い発信力って木下先生お持ちじゃないから、自分のSNS でそんなことはないって言ってもそれは払拭されるわけがないから、もちろんね、文春の方が力も強いし、対抗言論が弱いから裁判をしました、裁判勝ちましたと、こういう流れなんですが、松本人志さんの場合は対抗言論でそんなことはないと言えば、記者会見でね、まずはそこから説明してですね、で、文春がもし間違ってたら、松本さんのその主張に対してね、反論っていうかな、言い分に対して文春が取材をして、間違ってたらごめんなさいになるんでしょうけど、全くその対抗言論、つまり記者会見も YouTube での反論もせずにですね、裁判で5億5000万円要求してくるっていうのは、これはちょっとね、どうなんだろうとしか言いようがないんですね。で、なぜじゃあ時間の引き延ばしをするのかっていうと、これは可能性としてですよ、あるのはやっぱり財産隠しっていうのはあると思います。これ言うと松本さんに怒られるかもしれませんが、やはりその時間を引き延ばすことによってですね、自分で判断しない、これはスポンサー側が悪いんだと、裁判決着つくまでわからないだろうという状態にしておいてですね、スポンサーから、いわゆる松本さんがやっている CM からですね、違約金、迷惑料ってやつですね、そういうのが請求されるというのをですね、先延ばししてる間に自分の財産を、例えば奥さんの名義で何か買ったりしてですね、偽装離婚したりとかですね、する可能性、これは可能性の話なんで、そういったことをしようとしている可能性もあるんですね。とにかく
もう裁判はもうどうやっても勝てないですね。このやり方勝てないです。もう裁判、弁護士自体がとにかく三流の弁護士でですね、先ほど言いましたが、検察をですね、実質クビになっているような人でですね、聞いたこともないような人ですね、そういう人がですね、一人で弁護を受けてですね、やるというのは、まあ、ちょっともうありえないですね。本気でやってるとは思えない、勝ちにいってるとは思えないということですね。引き延ばしをしているのは、まあ、直ちにスポンサー側からですね、違約金を払い、いわゆる、まあ、不祥事を起こしたから金払えと、そういうことではないと思います。で、あと文献侵入者他1名となってるんですが、ひょっとしたら僕が訴えられているかもしれません。12月27日発売号のことでですね、僕は文春の記事が正しいんだと松本栄冠しろと言いましたから、あの他1名は A 子さんかもしれないし B 子さんかもしれないし、それ以外の方かもしれません。ただ立花隆でやる可能性は十分にあるとは思ってます。まあ、その場合は僕は文春のこれまでの記事の正確性などでですね、あと松本人志さんが直ちに記者会見を開いていないなどのですね、まあ、これはもう客観的証拠しかないんですが、それをもとに裁判を戦っていきたいと思っています。あとね、まあ、記事の掲載を削除しろというのもありましたから、もう本当にね、もうそれを言うんだったら早く先に仮処分で記事掲載を止めればいいんですけど、まあいずれにしてもこれね、松本大人さん裁判では勝てないと思います。ひょっとしたら勝ったとしても100万円ぐらい、50万円とかね、その強要があったとまでは認められないみたいな、そのまあエッチしたことについてはもうこれはもうさすがに覆らないですよ。もう A 子さん B 子さんだけじゃなくて C 子さん D 子さん E 子さんってありますから、いますからね。要は民事裁判というのは49対51で勝てますからね。文春側が51以上の印象を持てば勝てるので、刑事裁判は絶対にやったというそういう状態じゃないと有罪にならないんですね。あの TBS の元ね、社員の山口さんという人と伊藤詩織さんの事件も、刑事裁判は山口さんは無罪、民事裁判は伊藤さんが勝つというですね、民事と刑事は分かれるわけですよね。これはよくあることです。特にこういう密室での行為ですね、密室で行われたことに対しては、なかなかね、疑わしきは罰せずなので刑事では有罪にできない。しかし民事では男性がそういった性行為を無理やりしたみたいなことを認められるパターンは多いですね。で、まあ、今回ね、仮に松本さんが勝ったとしてもどうだろう、50万とか100万ぐらいでしょうね。5億5000万も請求してますけど、まあ、これはなんて言うんだろう、ありがとうございます、すいません。これはもうね、ほとんどなんか脅かしのような額でですね、本気で勝ちにいってるとは思えないということであります。ということでざっくりこんな感じで解説させていただきました。で、文春の第4弾第5弾というのは間違いなく出るということで、まあ、まだ情報が入ってきているということを文春の関係者から聞いております。これから先も週刊誌出てくると思うので、いわゆる被告側というか、まあ、その証明するが被害に遭ったと訴える女性が増えれば増えるほど、ちょっとこのキャッチボールが長くなるっていうことですね。で、要は何が言いたいかっていうと、裁判って1年間とか2年とかかかるんですよ。で、多くの人は知らないと思いますけど、裁判って基本的には一審でほぼ終わります。二審三審、いわゆる地方裁判所が一審、高等裁判所が二審なんですが、もう一審で判決が出たら二審は基本1回で終わります。そんなに期間かかりません。一審が全てというか、一審がもうとにかく事実の争いをやるところなんで、一審は1年から2年は確かにかかるでしょう。ただ二審三審はもうほとんどそんなに時間かからないというか、手間はかかりませんので、まあ何が言いたいかというと、1年から2年はかかるんだけども、じゃあこの間に松本人志が裁判のために使う時間っていうのはどんなに多くても10時間とか20時間が限界です。そんな、だって金額はでかいかもしれないですよ。でも争うポイントってそこまでないんですよ。2015年の11月の9日に、まあ、8日から9日に起こった出来事について松本人志は語るだけのことなんです。そんなの10時間も20時間も基本的にはかからないですよ。おそらくもう2時間の5、6時間もあれば十分なんですよ。特に本人が事実無根と言ってますけど、事実無根ってちょっと、まあ、意味が、何が事実無根なのって本当聞きたいですけど、
だから裁判に集中するために仕事を休みますっていうのをもう完全に過去に事例もないし完全に嘘なんですよ。そうやってバカ なんか支援者を騙そうとしてるのかもうちょっと意味がわからないです。いずれにしてもこうやって裁判っていうのは時間はかかるけどもいわゆる期間ですよね。月日はすごくかかるんだけども原告の当事者が裁判所に行く必要性もないし弁護士と都合のいい時だけ打ち合わせしたらそれだけでいいんです。弁護士との打ち合わせはそれこそ任意でできるわけだからいくらでも都合のいい時間に設定できるわけですよ。だからこの裁判をするから仕事を休むなんていうのはこんなことを世間に広められたらたまったもんじゃないんですけどね。でとにかく行くとしたら一審二審三審で松本人志が裁判所に行くとしてもそれは本人尋問の1回だけどんなに多くても2回です。もうほぼ1回です。その1回も1時間から2時間です。そんな3時間も尋問なんかしません。まあやるとしてもまあ最大3時間かなぐらいなんですよ。だからもう今回裁判をするって言って仕事を休むって言ってる時点でもうアホかボケこらっちゅう話なんです。あのね裁判所っていうのは確かに細かくはやりますよ。でももう決めるのはこれ松本人志がこれをやってるかどうか、こういうね A 子さんや B 子さんその他の女性に対して嫌なことをしてるのか、それはまあ違法行為をしてるのか、まあ強制わいせつ罪です。当時の罪で言えば強制わいせつ罪をしたかどうかっていうのはそれは刑事事件の場合は有罪か無罪かを争っていくので相当シビアにやっていきますけども、民事裁判っていうのはお金くれしかないんですよ。松本人志は週刊文春に対して慰謝料を払えしかないんです。もちろん記事を削除しろとか謝罪文書けっていうのもありますけど原則そんなキチキチやるもんじゃないんです。51対49で勝負はつくんですね。民事裁判はもうどっちかコーツつけがたくても51対49でも勝ちは勝ちなんですよ。刑事裁判の場合は 99.9% 黒だとならない限りは刑事裁判は被告人に有利になってるわけですね。だからもう本当にこんな記事で仕事を休む事実無根だっていう暇があったら何度も言いますが記者会見したら終わりなんですよ。裁判官が決めるんじゃなくて国民が決めるんです。あなたは多くの国民から支持されてテレビに出続けた人なんですよ。顔色見たら分かるんですって。でワイドナショーには出るって、そのワイドナショーは、まあ、出ないよりもマシだけどこれ多分フジテレビはめちゃめちゃ迷惑だと思いますよ。ワイドナショーに出て周りのタレントも出たくないと思いますよ。論文淳さんや東野幸治さんや今田耕司さん叩かれるだけだもん。そんなのもうそんなそう巻き込むのやめたらと思いますよ。堂々と記者会見に出て、やりゃいいんですけどね。これもう口が酸っぱくなると言ってますが、で僕が訴えられる可能性って当然出てきてますっていうか十分、むしろ訴えてくるって話なんですよ。パチプロ政治家 YouTuber N 国代表俺が立花、口の利き方を気をつけな、俺は持ってるぶっ壊す力、未来永劫不老不死、天上天下唯我独尊、売られた喧嘩は買いますせ、ぶっ壊してみな弱小政党、不倫路上カーセックス、これはアウトなデラックス、反社に過激な集金トラブル、先にセクハラないモラル、一人で始めた放送局 NHK まるで暴走族だから俺が全てを暴く NHK をテッカー。